皆さんこんにちは、ゾノさんです。今回は前回ね、13 Pro で、動画をシネマティック動画をですねレビューしたんですけど、今回は、夜暗いところでその13のシネマティックモードがどういう映像を撮れるかっていうのを、解説していければなと思いますので、ぜひね、チェックしていただければと思います。じゃあね、早速ね、ちょっと渋谷のとこ来てるんですけど、実際ノイズとか乗るのかとか、どこまで夜の表現できるかっていうのを見ていきたいと思います。じゃあね、早速行きたいと思います。はい、ということで、今のカットね、撮り終わったんで、次の場所で移動していきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、ってことで、まあでも全然見えますね。人が多くてやばいです。はい、あーでもいい感じにボケてるんじゃないですか。夜もこれインカメなんですけど、結構ノイズ乗ってないっすね。夜のインカメやのにこれめっちゃ綺麗じゃないですか。こんな感じですね。今13 Pro で撮ってるんですけど、こんな感じですね。全然綺麗じゃないですかね。はい、なんで今からね、違う宮下パーク行って撮影しようかなというふうに思います。あ、ジップがいる。あ、テレビ取材ですね。はい、ということで、次のところに行きたいと思います。次はね、今ハタのトランジションしたんで、まあハタのところから違うところに行って、まあヘッドホンを外そうかなみたいな。まあ外さんでもいいのか、いや外した方がいいな。外して、またその環境になると、まあ、だから車とかちょっとそういうガヤガヤした感じにして、でもう一回、ヘッドホンをつけると、次ちょっとこうノリノリな感じで映像のテイストが変わるみたいな見せ方かな。まあ、ちょっとこの辺撮りながらって感じだったんですけど、まあいろいろね、試しながら、撮っていきたいと思います。はい、ということで撮影以上になります。結構まあ暗いとこでも綺麗にシネマティックモード撮れるんで、ぜひね皆さん試していただければと思います。結構渋谷はまあ明るいんですけど、これぐらいの街灯とかあれば全然ノイズもなく撮れるんで、ぜひ皆さんやっていただければと思います。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。